はい、皆さんこんにちは。S&C コーチの川谷です。今日はですね、スクトレシーズン2、ダイナミックスイッチ編ということでやっていきます。ダイナミックスイッチはですね、体をこう動かしながら、こう柔軟性とか可動域を効果的に上げていって、こう血流をアップさせるスイッチになります。どの種目のね、競技の方でも効果的にこう体、しっかりと可動域上げていきますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。では始めていきます。はい、まずですね、こう片足前屈のストレッチ、こういう形でこう片足のつま先をキャッチしてもらって、この状態から膝を後ろに引きながら体をこう前に倒していきます。こう途中ね、こう体があまりこう丸まってしまったり、こう膝がね、こう手前に行かないように、できるだけ後ろにぐーっと引っ張ります。そうすることで太ももの前側と、あとはこう立ってる側の、太ももの裏側、ハムストリング、ここはしっかりと伸びていきます。じゃあちょっと逆足もやっていきましょう。はい、今ね、やっていただいている方は、こうポールとかこう手を支えにしてね、バランス取れるようにしてますが、これ例えばこう壁に手をついて、こういう形で、体を前に倒していただくという形でやっていただいても OK です。はい、こういうような形ですね。そう、できるだけこう膝が後ろにしっかりと引かれて、頭の先からこう膝までこうなるべく一直線にできると非常にこう伸びていきます。はい、あともう一回いきましょう。はい、しっかりと息を吐きながらふーっと伸ばしていく。 OK です。はい、じゃあ続いてはですね、縦足スイング、はい、こういう形で足をですね、前後にこう振り子のように振りながら、手でつま先をこうタッチするように、はい、できるだけこう勢いをつけながら、しっかりと体を前後に振っていきます。はい、これね、壁についている方はこう手を片手壁についてで大きく足を引きます。前に蹴った時に太もものこの裏側、そしてこう後ろに引いた時にこのももの付け根、腸腰筋という筋肉ですね、伸びていきます。はい、横に向いてやった場合にはこういう形で受けますね。はい、壁についてる側と、はい、手を内側の方の足をこう大きく振っていきます。これね、なるべくこう体幹がぶれないように、できるだけこう体まっすぐ、そして、かかとがなるべく床から浮かないように、しっかりとこう振っていきましょう。呼吸を止めないように、1、2、2と。はい、じゃあ残りちょっと OK です。はい、じゃあ続いてはですね、今度今の縦の動きでは今度横にしていきます。はい、横足スイングですね。はい、こうね、壁にもしてついてやる場合には、こうちょっと僕後ろ向いちゃってますが、壁に手をつきながら足を横に引いて、こういう形で、はい、前後に手を左右に振っていきます。はい、大きくできるだけこれは内股と外側、股関節の内側と外側の筋肉を伸ばします。これもね、できるだけこうバランス崩さないようにやっていきましょう。はい、大きく、はい、だけ先ほどのこうストレッチよりもできるだけですね、横幅に組んで、結構体がこう揺れますが、こう体幹をね、しっかりとトレーニングすることもこう含めてやっていると思って、しっかりとバランスを保ちながら、やっていきましょう。はい、あと10秒ぐらいしっかりと呼吸を整えながら、はい、できる方はですね、こうできるだけやっぱ大きく下半身が、しっかりとね、足がこう真横に上がるぐらいやっていきましょう。はい、 OK です。ありがとうございます。そしたらですね、ちょっとポールは一旦置いといて、今度はですね、ランジのトレーニング、これ2つ組み合わせたストレッチですね。はい、ランジをした状態から体をまず大きくローテーション、はい、胸椎という背骨周りを回旋して、ここから一歩前に踏み出します。そしたら同じ足を今度は後ろに引いていただいて、手をぐーっと伸ばしたら、膝がついてる方と反対側に体を反らす。はい、こういう形でやっていきます。で、後ろに切る。はい、これを交互に足を入れ替えながらローテーションをして、はい、しっかり呼吸して一歩前に踏み込んで、で同じ足を引いて引きながら背中をぐーっと横に反らして戻してくる。はい、両方のこう動きで、できるだけ全身のね、関節をしっかりと動かしていきます。途中ね、呼吸止めないように。じゃあ、もう一回しっかり帰っていきましょう。ぐーっとして、ストレッチ、大きく反らしたら、はい、戻っていきましょう。はい、OK です。じゃあ、続いてはですね、股関節より外側のストレッチ、やっていきます。サイドランジ伸脚というんですが、はい、このようにですね、できるだけこう、伸脚のストレッチ、ありますね。という形で、つま先がなるべくこう床からこう離れないようにしっかりとやるんですが、踏み込んだ足先のこの内側の筋、そしてお尻がなるべくですね、こう山なりにならないようにスイングして、そこから地面を蹴って戻っていきます。股関節外側のね、
筋力をしっかりとこうね動かしながら伸ばしていきましょう。はい、ぐーっと引いて、そうできるだけそうで水平のままキープして戻ってくる。はい、結構ね股関節硬い方はできるだけ横にこう広げて、あとこうね重心がこう後ろに倒れないようにこう前に保つようにしましょう。はい、もう少しぐーっとそしてよいしょ。はい、蹴ってラスト1回いきましょう。踏み込む、スライド、そして戻していきます。はい、じゃあ今度今内側をやったので、今度お尻側、これちょっと難しいやつなんですけども、はい、クロスランジターン、足をついたらこのままこう片手をついて後ろの足を後ろにクロスしていきます。そしてこのようにこうくるっと回ってですね戻ります。はい、前にかがんだら片手をついて、できるだけ後ろから通した足をなるべく遠くに伸ばしましょう。はい、ついた足をくるっと回すことで、はい、このねしゃがんだ時のこのお尻、ここにかなりストレッチくると思います。ここをしっかりと伸ばしながら戻る。はい、これ連続でいける方はですね、ずーっとこうスライドしてくるっと回ったら、また反対の足を反対の足を出してくるっと回して、これでこうどんどん進んでいくことができますので、はい、マットの上でねその場でやる場合はこのような形でできるだけお尻を深くしてくるっと回しながら戻ります。はい、 OK です。はい、続いてはねダウンドッグウォークやっていきます。はい、これはハムのね前屈のストレッチになるんですが、一回手をついていただいて、このように前にこうトコ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 歩いていって、一度腹筋をぐーっと伸ばすストレッチ入れます。そしたらお尻を上げていただいて、できるだけ手をつけたまま前にこうテクテクテク動いていきましょう。はい、一度立ち上がったらもう一度手をつけて、今度は足を後ろに引きます。はい、そしたら一度腹筋をストレッチして、で今度は手を後ろにトコ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 しながら、はい、できるだけかかとと手のひらしっかりとつけて戻します。はい、このねハムからももら背面の筋肉全体的にね動かしながらこう伸ばしていきます。はい、この動きもしっかりと呼吸を止めないようにねやりましょう。テクテクテクソ。どうしても難しい方はね途中こう膝が曲がってしまっても大丈夫ですので、できる範囲でね無理なく行っていきましょう。はい、ふーっと吸いまして、はい、じゃあこれ最後しっかりとテク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 戻っていきましょう。はい、 OK です。じゃあここからはですね、このタオルを使ったダイナミックストレッチで肩周りをねやっていきましょう。はい、タオルをできるだけこう端っこいっぱいに持ってください。はい、その状態で、はい、肩甲骨をぐーっと回しながら、はい、タオルを、はい、前後に回していきます。この時こう肩が大きくこう引き上がらないようにですね、はい、回していきます。肩が曲がって上がってしまったり、こう手がね肘がこう曲がってしまったりこうしないようにしていきましょう。はい、これどうしてもねこうタオルが短かったりとか、こうタオルではこう肩がこうあまりいかないよという方はね、こうゴムチューブとかを使ってぐーっと回していただくと、可動域をしっかりと使ってやっていけると思います。はい、しっかりとですね、はい、またぐーっと大きく回していきましょう。はい、肩がこう浮かないように気をつけながら、はい、よし、最後しっかりと戻していきます。はい、 OK です。はい、そしたら今度はこのタオルをですね、今度は大きくこう回していきます。こうラジオ体操のねこう回線の体操を、思い出していただきたいんですが、はい、タオルをぐるっと後ろに回して、一度背中の後ろ、そしてそこから手前の方に回す。はい、最初はねこう小さい動きで、いいので、だんだん肩甲骨肩周りが動くようになってきたら、できるだけねこう背骨から、大きくこう使って全体的にこう動かしていきましょう。結構柔らかくてうまくできるようになったって方は、こうタオルを少しこうね短く持っていただくと、さらにですねこうちょっと強度が上がってきますので、それをしっかりと回しながら入れましょう。はい、ゆっくりなのでこう可動域をしっかりと使って、はい、大きく呼吸を保ちながら回していきましょう。はい、じゃあもう一周ずつぐらい、はい、ぐるっと回して、はい、じゃあ最後書いていきましょう。はい、ふーっぐるっと、はい、 OK です。じゃあ最後のタイミングスイッチいきます。今度はリバースランジ肩回し、はい、タオルを持った状態で足をできるだけ後ろにしっかりと引きます。そしたらついた膝と逆側の方に体、先ほどのようにぐるっと後ろに回す。したらランジで立ち上がると同時に頭の後ろからくるっとタオルを回して戻していきます。これを交互に繰り返していきましょう。はい、横からぐるっと回して、立ち上がりながら
下ろしてくる、はい、この股関節と、肩周り、そして背骨、もう全身の、関節をしっかりとフルに、ね、こう使っていきながら、はい、最後体を大きく使って全身の関節を動かせるようにしていきましょう、はい、あまりこう体が、ね、後ろに反りすぎてしまったりと、バランスをなるべくこう崩さないようにしっかりとしながら、はい、最後しっかりと立ち上がっていきましょう。ラスト1回いきましょう。深くしゃがむ、ぐるっと回して、はい、で最後立ち上がります。はい、 OK です。お疲れ様でしたはい、ということでダイナミックストレッチやっていきました。皆さんいかがでしょう。かなりね、あの体あったかくなって、もうよりね、もう今からでもこう走ったり飛んだり投げたりできる体になってるんじゃないかなと思います。はい、本当ですね、やっぱこう、今日やったのはとてもこう大事な関節ね、より大きくこう使っていきましたんで、もうどの種目の方でもですね、ぜひ実践していただくことで、よりこうね、自分の体柔らかくなったりとか動かしやすくなったりというのがこう実感できるかなと思います。はい、それではですね、同じようなですね、こう動画ですとか目的に合わせたね、エクササイズの動画ありますので、興味のある方はぜひですね、関連動画の方を見ていただければと思います。ということでですね、他の動画あるいはトレーニングの動画でまたお会いしましょう。ということで、じゃあ今日は疲れ様でした。ゴーアウじゃあまたです。